教皇様、申し訳ありません。やはりルカにはかつて愛を語り合ったかの者と戦うことなどできなかったようですね。ルカの魂はもともとメフィスト様との禁断の愛を選び、自分の最初の夫であったアダムを裏切った人類最初の女リリス。その後メフィスト様のお力で大天使の一人に加えられ、今まではこの世界の道徳を守るために尽くしてきたのですが、やはりかつて愛したメフィスト様の魂を宿せし者と戦えと言ったのは少し酷だったようです。まだ思い出せませんか。幼き日のあなたがメフィスト様の心臓を移植されたあの日のことを。遥かなる神話の時代、世界は愛などというまやかしを信じる偽善者の大悪神ゴッドによって支配されていました。ところがある時、世界の救世主であらせられる偉大なる大天使メフィスト様が、大悪神ゴッドの手先である白き羽の邪神どもに反旗を翻し、父なる大神サタン様の旗のもと、我々のために聖戦を始められたのです。違う。天界を二分する戦争は666日間も続き、ついにメフィスト様たちは愚かなる邪神どもをこの魔法都市リニアの地下深くの地獄に封じ込めることに成功し、この世のすべての偽善から我々を解放してくださったのです。なんか変よ。つまりはメフィスト様こそがこの世界の魔王ことなき全知全能の大天使。我々高貴なる黒き羽を持つ者たちはすべてこの救世主メフィストフェレス様の直系の子孫であり、この羽の色こそが選ばれた強者の子孫である何よりの証。絶対下船なる白き羽を持つ者はすべて愚かなる邪神の末裔なのです。だからこそ我々がこの都市リニアで生活するためには、この邪神たちを封印するために白き羽の生贄を必要としているのだ。どうやら少しは思い出したようですね。メタトロンとはメフィスト様がゴッドに仕えていた時に使用していた昔の名前。つまりはあなたこそがこの世界の支配者、メフィストフェレス様の真の生まれ変わりなのです。あなたが私たちの娘に惹かれるのも考えてみれば至極当然。そしてあなたが愛したその娘こそ、大天使メフィスト様と私との間に生まれた次なるサタン様の花嫁なのです。さあ、かつてメフィスト様だった頃の完全なる記憶を取り戻すために、この
知恵の実をお食べください。